こんにちは、カズマです。相変わらずセルビア南部の都市ニシュでのんびりと過ごしています。今日はですね、その南部の都市ニシュにありますブバニ記念公園というところへ向かっています。このセルビア南部都市ニシュはですね、第二次世界大戦でそのドイツ軍に支配されていた時期があったんですよ。でその時、まあ、その強制収容所っていうのがこの近辺で設置されて、でその時、まあ、セルビア人もそうですし、そのユダヤ人の人たちが収容されて、合計3万人かな、3万人収容されて、でそのうちの1万人が、まあ、何の理由もなくブバニーという場所で虐殺されたという歴史があるわけなんですよ。まあ、これについてはね、その第二次世界大戦の歴史について知るいい機会になるかなと思ってこうして向かってるわけなんですけれども、道これで合ってんのか、え、ちょっと待って、たまにね Google マップとんでもない道路を表示したりするんで、まあここはですね、あまり都会っぽさがないっていうか、そのなんかあまり観光地化してないもんだから、割と雰囲気がこうのどかで、でもちょうどいい感じなんですよ。個人的にはすごい過ごしやすくてかなり気に入ってます。まさか2週間ここに滞在するとは思わなくて、うん、あの山並み、あの景色、ああこれはええわ、ああ風がめっちゃ気持ちいいぜ。まあ、そう、第二次世界大戦、特にナチスドイツに関連する歴史というものは、まあ割とこう個人的にはまあ若干は関心があると言いますか、まあ3年前ポーランドに行った時、そのアウシュビッツ収容所に行ったこともあるんで、まあその関連するものというか、まあその当時の歴史に共通するものについてちょっと見たいなと思って、それで今回こうして向かうことにしました。これについてはね、もっと歴史について勉強すればもっと楽しめるんじゃないかなと思ったけれど、はい、ちょっと、まあ、そこまで調べる時間がなかったというか、まあ、うん、あまりね、なんかその辺のそういう説明っていうのはちょっとできないんで、旅をしながらとそんな余裕ないです。ほんまに無理です。まあそれにね、まあこの地域のその歴史やそれに関連するもの、そう過去の第二次世界大戦とかそういったものについては、まあ今だったらね、もうネットで、ググれば大抵の情報ってのは出てきますんでね、ウィキペディアにも載ってますし、まあそんなもんですよね。だから単純にありの僕個人が、その僕自身が、ありのまま感じたことをもうそのまま話していきたいなというふうに思います。その方がリアリティがあっていいでしょうし、まあ個人的にはその方がやりやすい。だから別にね、これ別にテレビでも何でもないし、なんか1から10まで、隅々まで、説明しないといけないとか、そんな、ルールはないし、そんな義務を背負ってるわけでもないんで、アナウンサーでもないし、コメンテーターでもないし、専門家でもないんで、ただの一般人です。はい。まあ、そんなところかな。本当にこの道で合ってるのか、一応 Google マップに表示された通りに行ってはいるんですけど、まあ一応ある程度整備されてますからね。めっちゃ暑い、マジでもう背中がね、もうめっちゃ汗だくで、やばい、やっぱ日差し強いから、いやほんまもうちょっと歩くだけですぐ汗だくっすよ。着きました、こちらですね。あまり悲壮な雰囲気っていうのは、うん、あんま漂ってはいないですね。まあ確かになんか異様な形をしたモニュメントというか、まあ、この場所で、1万人の人たちがその当時のドイツ軍によって、射殺されたという悲しい歴史があるわけでして、まあこの場所へ来るまではここの存在は全く知らなかったんで、しばらくこの公園内をまあ、ぐるっと回ろうかなと思います。まあ、それぞれの、その3つの拳というのは、敵に抗う男性、女性、子供
まあその家族全員がそのブバニで殺されたという事実を象徴しているものですので、まあその目的でこの場所にこういった3つの建物が作られるようにはなりました。確かによーく見るとちょっと大きさがそれぞれ違いますね。まあこの手の建物はなんかこの初めてというか、なんか今までこの類のものを見たことがないんで、まああくまでもその感覚的なその話であるんだけれども、この場所へ来ておのずと考えさせられるものがあるというか、こういった話はちょっと触れない方がいいかなと思うんだけれども、まあ今回のそのウクライナで起きているその戦争で、ロシア軍に連れて行かれた現地の人たちがどうなってるのかが、まあすごい気になる部分というか、もしかしたら場合によってはそのロシアのまあ、流刑地というか、なんかどこかの収容所に連れて行かれてる可能性も決してゼロではないんで、なんかそう思うとすごくこう息苦しくなるというか、胸を締め付けられると言いますか。いや、すいません。ちょっとこの件について、まあ、今回この場所に来たことで、まあ、ぶつだけどう感想を述べたらいいかちょっとわからないんですけれども、第二次世界大戦、またはそのナチスドイツに関連する歴史について、関心のある方がいましたら、まあ、ぜひ、こちらセルビア南部の都市ニシュ、来てみてはいかがでしょうか。まあ、この公園自体周りを見渡してみると、まあ、なかなかいいもんですね。こう広々として、まあ、地元住民もまあ何人かここに来ていて、もう憩いの場所っていう感じで使われているような気がします。それでは今回の動画はこの辺で終わりにします。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。